世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。切れ味のあるボールでこう対応できていると、まあ、これも打つだけじゃなくてですね、そういう技術がこういいインパクトできているっていうのも選手っていうのは調子が上がる一つのポイントになるんですよね。あ、そうなんですね。でこの第5ゲームっていうのはシックスオールからじゃないですか、やっぱり勝負かけるところは勝負いくんですけど、やっぱ我慢するところきっちり我慢していかないといけないので、こう森園、まあ、いい状態と言えると思いますよ。はい、はい、さあ第5ゲーム最終ゲームです。シックスオールでこのゲームは始まります。サーブは森園、これですね、大事なプレー。やはり台上に強い松平。はい、松平これ相手の動きを見て打ってくるので、もうすごくこうプレッシャーあるんですよね、受ける方からすると。ラリーを制した森園。魂入ってますね、このドライブ。いや本当にその気持ち分重いと思います、ボールが。あ、そうですか。はい、セブンオール。うわー、カウンター、うまく対応した森園。素晴らしい。松平も決して悪いボールじゃないですよ、打点も高いですしコースも厳しいですけども、でも球筋が見えてましたね、森園。8-7ですから。さあそこでただ森園が1本2本とこれ しつこいラリーとか1本返してるじゃないですか、ですからそこから連続攻撃っていう気持ちで松平行った方がいいですね。7-8。最初のポイント、タイムアウト明け、まずは松平がしっかり取っています。これアップダウン、アップサーブなんですよ、で森園からしたらもう 強気に行きたいところですけどね、なかなかこうチキータが行きにくいサーブなんですよね。さあ今度はサーブ、森園。うわ、ちょっと角に当たりましたかね。今手を挙げて謝った松平。はい、タイムアウト森園。あ、今度は森園側、岡山側がタイムアウトを使います。これが第3マッチです。このマッチを取った方が勝利に一歩近づいていきます。8-9リードは埼玉、差わずかに1点です。わあ、攻めていったレシーブはオーバーしています。9オール。まあ、松平は一つこう勝負にいったリターンでしたか。いや、あの勝負に行ったというよりも森園がまたハーフロングに戻したんですよね、はい、ですからでそれもちょっとサイドを切ったサーブで、だから打たざるを得ないんですけれども。なるほど、はい、いや ここでそのこの場面でまたそれ来るかというところでもあるわけですよね。あ、3本目松平、マッチポイント。今のプレーです。これは逆にチキータでかけさせておいて松平がカウンターで狙うと。必ずしもこうやって見ると先手取った方が有利とはなかなか言いにくいですよ ね。 そうですね、これだけカウンターがうまいと。ほら、すごい、また、またですよ。
松平。ゲーマーの松平、松平。この大接戦最終ゲーム松平取っています。この第3マッチ制したのは松平健人です。空いたコースに全力で打ったんですけどね。いやー、その最後のポイント改めて振り返っていただけますか。卓球も先手必勝有利と言われるところが多いんですけれども、はい、基本的には先に攻めろっていうことがですねアドバイスで多いんですけれども、やっぱそれをやっぱこれだけお互いカウンター技術があるとですね、まあそれをも覆すですから、やっぱり打つコースっていうのが非常に大事だということが言えますよね。そうですね。いや、素晴らしいこう打ち合いでした。